鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンは未来ロード。手桶で玄米茶を泡立てて作っているのは徳之島の郷土料理ふり茶です。親子でにぎわうのは8月徳之島の伊仙町で行われた子育てを応援するイベントです。今回未来への思いを綴るのは NPO 法人親子ネットワークガジュマルの家の皆さん。かき氷をまだ1回も食べてない人、1、2、3、4。ガジュマルの家理事長の野中涼子さんです。出生率日本一の徳之島町で2010年から子育て支援を行っています。徳之島は、出生率は高かったんですけど、子育て支援は全然なくってなかったから始めたんですよね。島の病院で助産師をしていた野中さん、そこで感じたのが離島ゆえの出産環境の問題でした。そして野中さん自身も妊娠・出産を経験、その大変さを実感し支援を始めました。活動していく中で生活困窮だとか、一人親世帯だとか支援が必要なニーズがまた見えてきて、子ども食堂とかフードパントリーとか、そんなのをやったりしているところですね。活動では地域の子育てに関心のある個人や団体と連携し、島全域で子どもたちとその家族に多彩な支援を行っています。いろんな人と関わったり、子どもの相談とかができるので、ここですごい、助かってます。子ども最高ですね。もうありがたい、もうありがたい限り。子どもが多いから、特に本当にこういった取り組みはすごい助かります。子どもたちを支えることが、やっぱ未来を作るって。子育て支援をしながら、それが地域づくりに発展していったり、地域活性につながっていけたらいいなと思って。NPO 法人親子ネットワークガジュマルの家の皆さんが綴る未来への思いは、きめ細やかな子育て支援で子どもたちと家族の未来を支えていこう。